それではインプレッサ見ていきたいと思います。外装から見ていきます。フロントバンパーですね。結構綺麗なバンパーでツヤもありますね。で、まあ黒なんでやっぱりこうちっちゃい飛び石でもね多少目立つかなっていうところはあるんですけども、まあなかなかこう黒光りしていて綺麗な感じですね。まあちょっと細かいところまでは全部拾いきれないんですけども、まあ、こんな感じで多少ちょっとね飛び石みたいのは、バンパー周りついております。で、グリル周りですけれども、まあこの辺も同じくっていう感じですかね。ちっちゃい飛び石などはあるかなという感じで、左前の方もそんな感じですかね。左前の方が若干ちょっとこう飛び石が多めかなっていう感じはしますね。で、リップ部分のここですね、ちょっと、吸っていてタッチアップしているようなそんな感じになっております。で、ヘッドライトは左右とも綺麗ですね。で、ボンネットはですね、このやっぱり前の方ですね、ちょっと飛び石があって、あとここちょっとエクボのへこみがありますね。あ、ここ縦にこれぐらいの長さでちょっとへこんでますね。へこみはそんなところですかね。で、まあダクト部分の色あせなども出てないですし、ボンネット自体は結構ツヤがあって多少飛び石があるかなっていうレベルで、まあ全体的には結構綺麗なボンネットじゃないかなと思います。続いて左のフロントフェンダーです。結構ね綺麗ですね。こんな感じです。で、純正ホイールを装着しております。なかなかホイールも綺麗ですね。で、タイヤはですね RE070 っていう、この確かこれ当時新車で付けてたタイヤだと思うんですけどね、だからかなりカピカピな感じではあります。で、ドアミラーはこれは、あ、なんかちょっと落としきれてないだけですね。なんかちょっと。で、この辺はちょっと傷がありますね。で、助手席側です。綺麗な感じですね。まあ、多少飛び石傷ちょっとあるかなっていうぐらいですかね。で、サイドステップ周りもこんな感じで綺麗な状態になっております。特に気になるような傷は見当たらなそうですかね。で、左後ろのドア、こちらも黒光りしていて綺麗ですね。で、左リアのフェンダー、ちょっと線傷がありますけれども、こちらも綺麗な感じで、ルーフサイドも色あせなく綺麗ですね。こんな感じです。で、側面のへこみですけれども、ここにちっちゃいへこみが1箇所ありますね。映らないかな、映らないですね。で、リアドアは特になくて、リアフェンダーこちらも特に見当たらないですね。で、左リアのホイールです。ガリ傷がここちょっとタイヤも削れてますけども、あとこの辺りについてますね。で、まあリアタイヤも同じく、新車時からのタイヤかなっていうのがついてるのでちょっと硬くなってますね。あ、でもこれ新車時からじゃないのかな、2017年になってるので、そうですね、出てるんですかねこのタイヤが。で、リアバンパーですね。リアバンパーは綺麗な感じですね。特に気になるような傷は見当たらなそうです。で、トランクちょっと飛び石傷が1箇所ありますね。こんな感じですね。で、リアウィングはまあ若干この羽部分が色あせ気味かなっていう感じですけども、まあ、トランクの方なんかは綺麗ですね。こんな感じになっております。
で、こちらのウィングはこの部分がね、ちょっと色褪せしてる感じで、こっち側もそうですかね。そうですね、多少ちょっと色褪せあるかなという感じですね。はい、続いて右側面を見ていきます。ルーフサイドの色褪せも特にないですね。で、右リアのホイールです。こんな感じですね。特にガリ傷もなくという感じです。で、この辺は薄い線傷がありますけども、ここは若干へこみがありますかね。こんな感じですね。で、サイドステップの方も綺麗な感じですかね。まあ、多少この辺りはちょっと乗り降りする時の靴が当たったかなっていう跡がありますかね。で、運転席のドア、綺麗ですね。ドアミラーもこんな感じですね。で、右フロントのフェンダーです。綺麗な感じですね。そして右フロントのホイール、まあガリ傷もなく綺麗なホイールですね。はい。で、右側面のへこみですけれども、特に見当たらないですね。で、ルーフの方もですね、まあそんなにこう色褪せしてる感じもないですし、目立つ傷、へこみもないですかね。まあ多少ちょっとこう甘じみっぽいのはどうしてもね、黒なのであるかなといった感じですね。はい、では続いて内装を見ていきます。運転席のドアトリム、綺麗ですね。スカフプレートの方も綺麗な感じで、フラマットもね、結構綺麗な方だと思いますね、これは。で、STI の純正シート、こちらも綺麗な状態で、助手席側も綺麗ですね。で、ステアリングのすれなんかもほぼなさそうですね。はい、綺麗なステアリングですね。で、ダッシュボード上はですね、なかなか古いストラーダのね、ワンディンのナビがついてますね。で、本体がこっちにあって、ETC 車載機という感じですね。よいしょ。この辺りも結構綺麗ですね。こんな感じになっております。うん、なかなか綺麗な内装ですね。ちょっとエンジンをかけてみたいと思います。エンジンかかりもいいですね。まあ吹き上がりの方も特に問題なくといった感じです。で、レーダー探知機一体型のミラーという感じですかね。はい、ナビはやっぱりね、古いので、こう立ち上がるまでもね、すごい時間かかりそうですね。これはまああんまり使えないと思ってもらった方がいいんじゃないかなという気がするんですけども、あ、立ち上がりました。オーディオメニューは何があるんだろうか。ちょっと使い方がわからないですね。あとはこれちゃんと畳まれるかですね。やっぱ入らないですね。これ大体もうね、入らないんですよ。こんな状態になってるって感じですね。なんで若干こうちょっと視界を遮られる感じはありますかね。はい、では続いてリアシートを見ていきます。
アのドアトリムですけども、あたりはね非常に綺麗な感じですね。で、フロアマットも多少の汚れはあるかなという感じです。でリアシートはここ何かちょっとあれですね、汚しちゃった感じですかね。こんな感じですね。で、トランク、トリム類は特に欠品なく、結構このトリムの状態もいいですね。で、スペアタイヤは入ってまして、車載工具はよいしょ、ここにジャッキが入ってますね。はい。続いて、助手席がドアトリム、左後ろですね。綺麗ですね。こっち側のシートは結構綺麗な状態かなと。で、これ、よいしょ、後付けだと思うんですが、よいしょ、こんな感じでフリップダウンモニターがですね、ついてるんですよ。ちょっと後でもう一回エンジンかけてここ映るのかどうか見てみたいと思います。よいしょ。そして、助手席側ですね、ちょっと汚れがありますけれども、ブレーキ周りも綺麗ですね。こんな感じの内装になってます。なかなか綺麗な内装かなと思いますね。でちょっとエンジンかけてモニターが映るのかをチェックしてみましょう。これでちゃんと電源も入ってきてますね。今多分、ナビメニューになっているので、オーディオのメニューとか、CD、DVD とかで後ろが表示されてくる感じですかね。まあでもかなり古そうな感じですね。あ、そうですね、 V12 っていう入力のモードがあるので、まあ、一応電源は、来てますね。こんな感じでやっております。はい、では続いてエンジンルーム見ていきます。はい、ではエンジンルーム見ていきます。ラジエーター、フリップのですね、なかなか分厚いラジエーターが入ってますね。で、フリップ周りなんかはないですし、問題なさそうです。で、エンジン本体の方も、なんか音がしているという感じはなさそうですね。エンジンルーム自体も、綺麗な感じですね。こんな感じのエンジンルームになっております。はい、では続いて試乗してみたいと思います。はい、それではインプレッサ使用してみたいと思います。 GDB の高めですね。まあ GDB 型の最後のモデルといった感じです。で、この車はですね、前のオーナーさんから買い取りをさせていただいた車になりまして、走行距離は9万1000キロという感じですね。まあ年式考えたらまだね走ってない方なんじゃないかなとは思います。で、クラッチはまあ特に、つながりと違和感はないですけども、まだね、クラッチ交換はしてない車になります。加速なんかはね、まあやっぱり最新の WRX とかに比べると同じ EJ20 とはいえ、やっぱり低速が重いですね。GRB の型になってからもだいぶ改善されましたけど、やっぱ現行、まあ現行というか1個前のモデルというか、
EJ20 の WRX 最終モデルなんかはね、本当に低速からね、速いんですけど、まだこのね、GDB の時代なんかはね、本当、下の方はね、もっさり、ただ、ブーストかかるとめちゃくちゃ速いっていうような、そんな感じの車でしたね。それでもこの GDB のモデルの丸目なんかはね、もっと、ひどかったっていうとあれなんですけども、まだね、高めになってからは、トルクもあって、こう、下の方からね、加速する感じではありますね。ミッションの入りなんかもスムーズですし、あんまりこう何でしょう、年式と距離を感じさせない感じではありますね。で、まあ保管状態が良かったんだと思うんですけども、外装も内装もですね、結構状態がいい感じです。特に内装なんかはね。即位しました。かなり綺麗な状態維持してるなっていう感じですね。で、まあこの辺のこのオーディオ周りが結構当時物がついてるなっていうような感じなので、まあそうですね、今はこのワンディンでこうオンダッシュでこう出てくるスライド式のモニターってもう多分ないと思うので、まあ下にこう 2D のナビを装着するっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。ではちょっと踏んでみましょう。このね、4000回転から上がねちょっと危険な領域ですよ。いきなり来ますからね。まあ今も4000回転ぐらいでアクセル離しちゃったんであれなんですけど、もうぐわっとこうね来るので、まあまあやっぱり速いですね。 EJ20 取締りポイントに注意してください。この先一般道通行区分違反待ち伏せエリアに注意してください。この付近一般道小学校があります。結構喋りますねこれね。そしてなんかちょっとねミラーと近いんでちょっとうるさい感がありますね。で、まあ特になんかこう室内に入ってくるような変な音みたいなのはないですね。ミッションの入りも特に問題ないですし、足回りのガタが出てるとかそういうのもなさそうですかね。で、まあ乗り心地的にはやっぱり多少ね硬さはあるんですけれども、まあ、そんなに不快な感じではないです。で、すごくね硬そうなタイヤがついてるんですけども、意外とこうロードノイズも全然しないですね。で、なんかタイヤの硬さみたいのもあんまり感じないです、こう乗ってても。全体的には特に何の違和感もなくといった感じですね。はい、以上、インプレッサの試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施とエンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。